おはようございますテクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日は相場の関心、月末アノマリーよりデルタ株ということで話をしていきたいと思います。これは何かというと、月末ね、結構下げるアノマリっていうのが8ヶ月ぐらい続いていたんですが、一方で、まあ、これが崩れたんじゃないか、えー、ごめんなさい、一方で意識されているのはデルタ株、これコロナですね、がちょっと意識されている傾向があるかなというところで、このようお話できればと思っております。えー、今後のの売買戦略一目 プラスマック D 機能と同じですけども、こちらを再び見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、私のチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析やチャートの分析、ニュースの分析を、毎朝必ず7時半に動画で投稿しております。皆さんの朝の、ね、株を考える習慣になれるように頑張ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速、昨日の振り返りからやっていきましょう。日経平均株価ですけども、マイナスの20.93、0.07%のマイナスということになりました。 上髭が長い陰線ンンという形ですね。ローソク足としては非常に気持ちが悪いというローソク足ですけども、まあ小幅で終わった。もう髭直前までね、プラスだったんですけどね、最後にコツッと下がってしまった。まあそんな感じかなというふうには思います。えー、共同ランキングを見ていただくと、M3 強いですね。中外製薬、ニュースがありましたね。こういうところが強いんですけども、一方でエーザイはね、引き続きちょっと下げてしまっているというところですし、まあダイキン、アステラス、こういったところが買いに顔を出しております。まあソフトバンクグループや、ここにファーストリテイリングがいない。 ととといいいううこころろで、まあ、主力どののははそそんんななななに大きくは動かかかったそんな1日かなと思いますコロナの新規感染者数確認しておきましょう東京都がねちょっと増えてきちゃいましたよね714人ちょっとこの後ほど見ていきましょうね全国では1821人というところでちょっと気になるなというところでございますトピックスいきましょうマイナスの5.910.3%のマイナスということで日経平均よりもトピックスの方が下落率が高いそして昨日は安値引け比較的 大きな陰線この辺ちょっと気になりますよね、えー、ということを押さえておいてくださいマザーズいきましょう、えー、プラス1.920.16%のプラス、えーね、日経やトピックスがマイナスでもマザーズがプラスそして5日線の上25日線もしっかりと上を向いている、えー、こういったところを考えるとやはり、まあ、今はマザーズの方が優位性が高いのかなと見て取ることができると思います共同、えー、ランキング見ていただいてもフリー相変わらず強いですね JMDC、まあ、医療情報関連とか、まあ、創生 ウェルスナビメドレーこういった主力どころが結構入ってるかなとは思いますが一方でベースが大きく下げていたりとかメルカリは下落アンジェスも下落というところで、まあ、高安まちまちちょっと方向性が今はないかなというふうに思います。 ニューヨーヨクダウンを見てみましょう。プラスの210.2、0.61%のプラスということで、まあ、しっかりとした要請が立ってますね。小幅ですけどね。で、まあ、買われた要因としましては、昨日発表になりました ADP の雇用統計。雇用統計前のね、えー、こ先行指標的な扱いを受けますけども、予想をまあ比較的大きめに上振れたということで、まあ、どちらかというと、景気敏感系、資本材とかね、生活必需品とか、えー、この辺に買いが集中したということでございました。 ね、一方で、まあ、情報技術少し売られてるのかなという感じなので、サンド P、もプラスですけども、ね、最高値更新ですけども、えー、上昇率としてはダウよりもちょっと少なめ、ナスダックに関しましては若干のマイナスということにはなっております。ローソカシ的にはね、ちょっとこう十字線っぽい高値圏で出るこういうローソカシは少し警戒が必要かなというふうに見ております。主要銘柄ら見ていただいても、やはりね、情報技術関連少し弱めだなと。一方で、まあ、金融関連含む景気敏感とかは 比較的、まあ、上がっていいるかなという感じでございますこれらを受けた為替コモディティ確認しておきましょう日経酒物ねマイナスの16円今のところほぼ横ばい圏ですかねどうなるかなというところですが為替がですね111円台まで乗せてきてるんですねこれ結構強い動きだなというふうに思いますドルインデックスも上がっているし原油もね一時74ドルつけていた時間帯もありました金酒物も,も少しだけ上がっています恐怖指数ビックスは、ね、少し落ち着きましたね一方で うん、この時間で見ると短期金利が若干上がっていて長期金利は下がっているということですよね。まあ、でも長期金利が下がっているにもかかわらずドル円は上がりの、ナスタックは下がりの、ダウ上がりの、ちょっとね、えー、方向性が、うん、まだはっきりしないなという感じです。でラッセル2000はほぼ横ばい圏ソックス指数は若干のマイナスというところなので、うんまあ、日経先物どうですかね、今日も横ばい圏かな、決勝スタートなんでね、少し勢いがついてほしいところかなというふうには思うんですけどもね。はい、で暗号さんも見ておき きましょうこれも高安、まちまちですねなんかこう分かれるのも珍しいなと思うんですがまう、あ、幅なのでそこまで暗号資産の影響は今日は受けないかなと思います。 では、見ていきましょう。月末下げるアノマリーは崩れる。一方で意識されるデルタ株とはということで話をしていきたいと思います。まずね、日経平均株価トピックス。まあ、この辺見ていただきましたけども、まあ、この月末をね、こう下げ続けるアノマリー結構今まで8ヶ月ぐらい続きまして、で、だいたい3桁下がっていた。1%近く下がっていたっていうのが、月末下げるアノマリーだったんですが、まあ、昨日も下げましたけども、0.07%、0.3%というところで、まあ、さすがにちょっと下げたアノマリーという、 は苦しいいかなというとうころでで崩れたみたたたたたみいいいな表現を使わせててだだききまましし、えーまあ、前日はねね大きく下げていましたよ、ね、ここはやっぱり月末下げるアノマリーとか、えー、お意識されていたんじゃないかあとはこの日はね配当落ち日っていうのももちろんありましたので、まあ、これしょうがないかなというふうには思いますでそれから昨日の始まりがここですねこれ日経平均の5分足なんですけども、えー、昨日の、まあ、午前中の、うん、最初の10分ぐらいですか結構勢いよくねグッと上げていきました 9000円にタッチするという場面も、まあ、1回2回ぐらいはあったんですよねでこれは何の動きかというと、まあ、おそらく月末下げるあのーから前日までに売られたえここのショートの、まあ、巻き戻しというかショートカバーみたいな形でぐっと1回上がっていったただそれもねそんなに多いというわけではなかったんで10分とか15分、まあ、少なくとも30分以内ぐらいにはもう終わりえそこからはぐーっとね落ち着いていったっていうそういう感じなのかな いうふうには思います。ね。なので、ま、さすがに月末アノマリーもう8ヶ月続きましたからね。来月も続くかどうかっていうのは、さすがにちょっと厳しいのかなというふうには見ております。一応警戒はしておきましょうね。もうみんな知ってますからね、ということになっております。まあ、その中で、上がっている銘柄の傾向を探ると、例えば M3、ね、上位1位、ね、企業と上位1位入ってましたし、GMO ペイメントゲートウェイがまあ上がっていたりとか、ベイカレントコンサルティング、ね、独立系のコンサルティング会社、まあ、強い ですよね本当にこれねであとは美味しくすら第事これもね上場来高値をね一時更新していたんですよね、えー、こういったまあ株っていうのはまさにウィズコロナ株と呼ばれる株ですかね、えー、直近のね上昇がねやっぱりこの辺から目立ってますよねこの辺からも目立っている目立っているとワクチン接種が進んでいるにもかかわらずウィズコロナ銘柄が結構今ね上がってきているというところは言えると思います一方で、まあ、昨日下がっていた銘柄の傾向 ですね。を見てみると、例えば、テイクアンドギブニーズ。まあ、引けにかけてはかなり戻しました。25日線にかけても戻しましたけども、マイナスで終わっている。ウェディング系ですね。で、平松。平松レストランですよね。3.21%下がっていたりとか、J フロントリテイリング。これ百貨店ですね、えー。これはですね、決算出しまして、予想以上に業績の戻りが鈍い。やっぱり、まあ、緊急事態宣言が延長されたっていう影響はすごく大きいですよね。であとは、オープンドア。これ旅行関連ですよね。で、えー、まあ、昨日下げたっていうのもありますし、さっきの この上げてる傾向と、ね、おお逆のような動きですよね、このような形で直近かなり下げてる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 というところなので、まあ、かなり今、意識としては、えー、アフターコロナ、リオープニング えこういったものが直前に、ね、ワクチン接種が進んできたというところから売られ始めて、一方でお金はウィズコロナ系に入り始めているのかな、というところはぜひ押さえておいていただきたいかな、と思いますで。先ほど見ていただきましたが、東京都の、ねえー、陽性者数が七百十四人というところで、これ五月二十六日あたりですかね、この辺以来なんですよね、なんかちょっと怖いな、という値。でもやっぱりワクチン接種は進んでいるというところで、昨日の時点でね、一、えー、回以上接種した。 人が11.6% でえー、逆か。これ逆だね。えー、やっぱりも,もちろん進んでいる。ただ、欧米に比べるとまだまだやっぱり少ないので、えー、こういったデルタ株の影響っていうのは、もしかしたらまだ受ける可能性はあるというところを押さえておいてください。ちなみにデルタ株っていうのは何かってことなんですけども、まあ、以前も私の動画の中でもね、お取り扱ったことはあるんですが、まあ、インド型の、ね、コロナウイルス、まあ、変異株のことというふうに言われています。まあ、特定のなんか国を名前につけると良くないというところで、まあ、デルタというギリシャ文字をね、当てて いるようなんですけどもデルタ株の最大の特徴というのは感染力が強いというととうころですね北海道大学と東京都大学の研究チームによれば従来株に加われ比べて1.95倍の感染力を持っている約2倍と。 いうことですねで非常に感染性が高いというところでまあ、今ねイギリスでもすごく増えてきていますしまあ、日本の中でもこのデルタ株が徐々に増えてきているだから東京都でワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、えー、また増え始めてきているというところなのでここはやっぱり心配ですよねで今やっぱり東京オリンピックをどうするのかっていう問題もね、えー、ここ絡んでくると思いますし、えー、そういった、えー、こともあって こういった株が下がり始めている。こういった株にお金が動き始めているってことは強いと思います。まあ、ただし、一方的にウィズコロナ銘柄が買われているかというと、そうでもないかなと。えー、先ほど見ていただいたのは、 ね、M3 が上がっているっていう話でした。で、昨日はケアネットっていう銘柄も上がっていたんですが、一方で同じくね、医療情報を提供しているメドピア5.17%下落している。まあ、この辺ね、昨日の日本株速報チャンネル、夕方私が配信しているチャンネルの中でも、えー、メドピアが下がってるんで、うん、ちょっと違うんじゃないっていう意見もありましたけども、まだはっきりしないっていう方が正しいのかなというふうに思いますね。で、下の方、ベース。 は昨日は4.58%下がっている一方でフリーは、ね、しっかりと上がっている2.41%上がっているというところなので、まあ、この辺も、ねえー、これは、まあ、ウィズコロナというよりは、まあ、コロナ時代に流行ったというところですかねになっていますしフリーはあークラウド会計システムというところで、うんまあ、扱いが若干違うのかなというところもありますよね、えー、なので、まあ、この辺、ね、はまだはっきりとしないウィズコロナだったら何でも買われるというわけではないので銘柄の選別というのはすごく重要です ななのかなとチャート分析とかも含めてねえやっていく必要があるかなと思います一方でトロコロナ特需の反応源にも注意だなというふうには思っておりますこれ 共通わかりますかね、スギホールディングス、ウェルシア、薬の青木、松本清というふうに並べていて、特にスギホールディングスが決、まあ、算を出したんですけども、8.37%の下落、これを受けてですね、ウェルシア、薬の青木、松本清他のドラッグストア関連も3%を今日下げているということですよね、やはりコロナの特需があって、業績は非常に良かった、だから買われていたという、このドラッグストア関連が昨日は下げているというところですから、 コロナ特需の銘柄には、ね、ウィズコロナ、これも一種のウィズコロナかもしれないんですけども、反動源が出てきているところもありますので、この辺はね、注意が必要かなということで紹介をさせていただきました。ということで、2の動画のまとめになっております。まずは、月末アノマリの話ですけども、まあ、ほとんど下げなかったというところで、うん、アノマリ自体は、 崩れたんじゃなないいかなという,ふうには思っております、えー、ただ、まあ現実、前日下げのショートカバーのような動きありというところで、やっぱり月末、穴まりを意識した、まあ、前日まで、この数日間の動きというのはありますので、ちょっとね、意識だけはしておきましょうということです。で今、ね、コロナが 意識され始めてるのではないかということで上がっているのはウィズコロナ系下がっているのはアフターコロナ系の傾向があるということですね、まあ、完全に一致してるわけじゃないし全てのウィズコロナが上がってるわけじゃないので銘柄選別は必要ですけどもただやっぱりそれを考えていく上では感染者数とワクチン数には注目かなというふうに思っております はい。で、すべてのウィズメえウィズコロナ銘柄が、ウィズがって言うとね、いや、やこしいですけど、ウィズコロナ銘柄が上がるわけではないので、まあ特にね、特需による反動減まあ今はドラッグストア出しましたけども、こういったところはね、あるかもしれないので気をつけてみていきましょうという話でございました。 では指数の売買戦略、一目均衡表プラスマックディ d を使って見ていきたいと思います。まずは日経平均株価ですけども、昨日の動きで雲を、ね、一時超えていたんですが、結局マイナスまで沈んでしまい、雲を超えられずということでございます。引き続き雲の中での推移が続くと思いますので、基準線、赤い線を、ね、維持できるか注目をしてみてください。で少し経つと、ね、雲が薄くなっていきますので、雲を割り込まないか確認しておきましょうね。で下の MACD ですけども、青い線、これが ゼロを割ってしまうっていうのは非常に悪いサインなんですね。なので今7.56なんですが、ゼロを割り込まないかどうか確認をしておきたいと思っています。トピックス行きましょう。トピックスも昨日は下落してしまったというところで、基準線を維持できるか確認しておいてください。で昨日の動画の中でも、このね、転換線基準線のクロス逆転が発生しているんですけども、まあ、すぐ戻るというふうに書きました。これはですね、転換線というのは9日間の高値プラス安値割るに、9日間 のの安値いうがここ高値いうのがここ高値いうのがこ,こ,でこの間なので真ん中でここということになってますけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですから、数日間でこの安値からここの安値に切り上がるということは、こことここの真ん中、この辺ぐらいに来るということですね。なんで、まあ、すぐ戻るだろうということでございます。まあもちろんギュッとね、暴落が起こったら話は別なんで、この辺に注意をしてみていきましょう。 はい。雲のねじれ、7月の19日にあります。えー、これねじれた場合には、トレンドの転換及び加速が起こる可能性があるということになりますので、一応注意をしておきたいなと思っております。で、ま、クリがね、まだ下向きなんですよね。この向きが変わってくると、少し相場は安定しやすいかなと見ております。まずは図見ていきましょう。まずは図は比較的ね、えー、まだ安定している。もしも調整が入るならば、えー、一番短期の線転換線を維持できるか注目をしてみてください。雲のねじれ、7月32時。時期だけは一応確認しておきましょう。 マック D は、ね、上向きですのでひとまずは今は大丈夫かなと思いますニューヨークダウウは、まあ、引き続き雲がサポートになるかあとは直近高値を超えてくるかどうかですかねであとは雲のネジで7月の23やはりこの7月の末ら辺は、ね、注意が必要ですよね。 はい。MacD を見ると上向きで推移をしていまして、クロスが発生後、ゼロラインも突破してきているというところで、これはとてもいいサイン、ニューヨークダウが再び上値をうかがうような、そんなサインになっております。A&B 見ましょう、最高値を更新してきたというところですね。で、今ね、転換線と基準線、全く同じ値になるんですね。先ほど転換線の数式の値を確認しましたけども、えー、これ、 えー、基準線、赤い線はですね、26日間の高値プラス安値割る2ということになっております。で、26日間というのがちょうど地高スパンのこの、ここですよね。えー、ここの高値プラス安値割る2ということは、安値がここ、高値が昨日のここということになってまして、そうすると、結局9日間で見たときのと同じ値に今なっているということですねで。なんですが、9日間、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですから、えー、これから転換線の安値 常というのは切り上がっていくわけですねでも基準線はまだ切り上がらないというところで、えー、きちっとで、ね、デッドクロスが起こるのではなくて、えー、基準線よりも 転換線の方が上の状態が続いていくというところで、まあ心配ないかなという話でございますよ。はい。で、MacD はね、上向きを維持されてますのでえ、まだね、勢いは続く可能性はもちろんあるかなと思っております。一方で、ナスダック、ローソク足的にはちょっとね、短期調整警戒を必要かなと思いますし、まあ今までね、転換線からかなり離れてきましたから、一時的な調整が入ってもおかしくはないかなと思います。その場合には、一番短期の線、転換線までの一つの目安としてみてください。 はい、ただ、MacD がね、上向きの間は、そこまで大きな調整はないかなとは思いますので、もしも下を向いてしまった場合にはね、注意をしておきましょうという形です。では、今日の動画のまとめになっております。まず、日経トピックス、下落。マザーズは上昇しました。ただ、まあ、小幅ですよね。えー、ダウン、S&P 上昇しました。ナスダックは下落しました。 ただやっぱり小幅ですよねというところですね。はい。で、2つ目の動画では、2番目のパートでは、月末アノマリーは前日下げからの逆流程度。まあ、そんなに大きく月末アノマリーが意識されたっていう日ではなかったかなとは思います。ただ前日含めてちょっと意識をされ、そこからのショートカバーのような動きはあったかなというふうには思います。 はい。で、昨日の傾向的には、アフターコロナからウィズコロナにお金が流れている傾向は、きっとあるだろうなという、そんなね、えー、話でございました。完全にウィズコロナ銘柄すべてが買われているわけじゃないので、銘柄選別だけは忘れないようにしておきましょう。そして、デルタ株、えー、とワクチン接種には引き続き注目かなというふうに思います。どうしてもね、デルタ株の感染力が強いというところですから、えー、感染人数が増えれば、いろんなリスクが、まあ、どうしても出てきてしまうというところはしょうがないかなと思います。ただ、ワクチン接種の スピードかなり日本上がってきてますからねこれが落ち着くことを祈りたい無事にオリンピックは開催してほしいと。 いうふうに願うばかりでございます。はい、続いて、日経トピックス、逆転発生もすぐ戻るだろうという話をね、今日はさせていただきました。一目均衡表の計算式の話ですね。転換戦は9日間の高値プラス安値割る2だから、まあ今ね、逆転が起こったけども、すぐに戻りそうだよ、暴落が起こらなければという話でございました。一方で、ニューヨークダウンのチャートがね、だんだん良くなってきたという話もしましたね、えー。高値再び目指す可能性もあるんじゃないかなというふうに見ております。 では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。えー、今週分はですね、ケアネットをちょっと予定していきたいなと思っています。さっき M3 が上がりました、メドピアが下がりました、ケアネットは上がりましたっていうね。この3銘柄って結構競合関係にあるんですけども、ケアネットも本当に強いんですよね。えー、で中期経営計画はで 本当に強気なんで、本当にそれが達成できるのか達成した暁には目標株価がどれぐらいになるのかこの辺をちょっと、ね、分析してみたいなと思った限りですちょっと割高なんですけどもまだチャンスがあるかというところですねこう見ていきたいと思いますのでぜひ楽しみにしていてください月額1000円、初月無料になっております はい。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなと思っております。最近、ヒゲを生やしてね、昨日のコメントの中で、ヒゲが似合ってないですよと、詐欺師みたいですよっていうふうに言われまして、うん、同感だなと思いながら、うん、ヒゲが似合う自分になるように頑張ります。ポジティブーという、えー、そんな感じで捉えていただければ嬉しいです。今日の中でも少しでも参考になれば、グッドボタンの方、また明日以降もね、最新のテクニカル分析をお届けしていきたいと思っておりますので、えー、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。